こんにちは、ヨンエルです。今回は GR ヤリスの走りに特化した本気のオプション商品の紹介をさせていただきたいと思います。こちらがそのオプションをリストにしたものです。まず上からカズーレーシングレコーダー、これはスープラにもオプション設定がありましたね。ソニーのアクションカメラで撮影した映像とデータロガーを合成してドライビングの分析をするもののようです。ただこれサーキットでしか利用できないって話を聞きましたね。一般道のドライブの軌跡をトラッキングしたりすることはできないそうです。次にストラットタワーバー、映像はビッツのものです。 RZ のハイパフォーマンスパッケージにあるミスト機能付きの空冷式インタークーラーもオプション設定されていますね。でもこれ RC だけのオプションなのか RZ にも付けられるのかちょっと分かりません。競技専用品としてロールバーや機械式 LSD もあります。サンプガード、フロアガード、タンクガード等のガード類もありますね。サンプガードって初めて知りましたが、アンダーガードって呼ばれていたもののごっついバージョンのことみたいです。専用のショックアブソーバーとスタビリンクまであります。スタビリンクって簡単に言うとローダウンした車のスタビライザーの位置を適正な位置に戻して乗り心地を良くするものらしいですね。と下回りのブレースってのもあります。これは86用ですが下回りの補強材です。そして強化クラッチとクラッチカバー、クロスミッションとローファイナルギアまでありますね。あとは外装の、スポイラー関係と内装のインテリア関係まであります。魅力的なものがありますけどね。値段が気になります。